定期ラジオ第38回、真夜中は雨。皆さんこんばんは。真夜中は雨、パーソナリティの真夜中いぶきです。こちらのラジオは普段配信では話せないことをゆっくり語ったり、視聴者さんのお悩みをじっくり聞いてみたりと、眠りにつくまでの時間を彩るインターネットラジオとなっております。本日は6月20日、シチューの日だそうです。5でご飯かける4、シチューは20と読む語呂合わせから毎月20日としたものらしいです。カレーライス、ハヤシライスに次いで、シチューをご飯にかけるシチューライスという食べ方を提案して、新しいカテゴリーの食品として多くの人に美味しく味わってもらうことが目的だそうです。いまだにシチューをあんまりご飯にかけないんですけどね。もしかして世の中ではシチューはご飯にかけて出すところがもう多くなってるんでしょうか。うちはカレーライス、ハヤシライスはご飯にかけてるんですけど、ビーフシチュー、シチューは汁物扱いです。でも食べた後にお皿にちょっと周りについてるの見るともったいなくて、ご飯つけた方がお得感ある気もします。ということで、時刻は23時を回りました。さて今日のお題なんですが、先日美容室に行ってきましたので、そのことをまったりお話しするのと、男同士で泊まるときは一緒の布団で寝るかどうか、以上の2点でお送りしていきたいと思います。で早速一つ目のお題いきましょうか。何だったっけな、金曜日に急に思い立って、めっちゃくちゃ久しぶりに美容室に行きました。で内容は宿毛矯正とカットをしたんですけど、ウルカットにしました。姫カットの延長っぽいというか、前から見たらボブっぽいけど後ろ長いよっていう髪になって、ずっと伸びたらその髪型にするんだって思って伸ばしてきたわけなんですけど、なんかいざ切ったら似合ってるかわからないんですよね。みんなって美容室に行くときってこんな感じにしてくださいっていう写真を用意して行ったりしますか？私はボブとかショートとかロング、セミロングだけじゃ、どんなボブ？ロングってどのくらいって伝わらないと向こうにも迷惑かけちゃうかなっていうのと、自分もイメージと違うボブにされたりしたくないから、だいたいね恥ずかしながらに持っていくんですよ。で今回も持ってったんですよ、こんな感じでっていうのを。でメニューがクーポン的なホットペッパー使っていったので、通常料金よりは一応安かったんですけど、1万7000円くらいでした。でね、最近パーマもそうなんですけど、特にカラー剤、あと宿毛矯正もなんですけど、髪にダメージがあんまりいかない薬剤とかも増えてきて、でメニュー見ると何々っていう薬剤使用とかって何種類も書いてあるんですけど、もう違いがわからんと思って、もちろん高いのにするほどいいんですかね、わからないんですけど、お店の人の説明では、ダメージも少なくて、いかにも宿毛矯正当てましたよっていう感じじゃなくて、元からストレートですよって感じの自然なストレートに仕上がるって言われたんですね。でもこれうねってる人とかテンパーの人だったら多分分かってくれると思うんですけど、うねってたりテンパーの人からすると、自分の髪質の方が勝ってしまって元に戻るんじゃないかという不安があるので、パキパキのストレート希望してたりするんですよ。そうなるとケチりたいわけじゃないんだけど、高いのより安いのにしたいなって思って、ダメージ回ってもいいからこれこれみたいな、パキッとしたストレート希望してしまって、やっぱ自然なやつがいいですよねみたいに言われると、いや自然じゃないやつがいいですっていうのはなかなか言えなくて、今回は
いやでも絶対言わなきゃ後悔すると思って自分なりに伝えました。でも元がちょっとうねってるから、もし巻きたかったら巻けばいいので、何もしない状態はパキパキのストレートがいいですって言って、そうしてもらいました。でもね、謎だなって思ったのが、仕上げに巻いていいですかって言われたんですね、カットして。あれ、ストレートかけたのに仕上げ巻くってことは巻く方がいいんですかね。その後近所の商業施設で買い物に寄りまして、ダイソーの隣にスタンダードプロダクツっていう新しいダイソー系列の300円ショップができてて、前から気になってたんですけど近くに店舗がなかったんですよ。これあのマイクロ配信の中でもちょっと話してたんですけど、ちょっとモダンというか 無印良品、無地のものが多い感じのお店で、落ち着いておしゃれでいい感じでした。あのポップがついてるのを読むと、結構日本製のものを材料に使ってる商品も多くて、それなのに300円ってめっちゃいいなと思って、何かあったらカバンとか植物とか、まあ、机の上に今ちょんって置いてあるんですけど、そういうの買ったり、あとねキャンドル置いてて、アロマキャンドル、それは500円だったんですけど、入れ物もセットだったので、まあ500円安いんじゃないと思って調子乗って買ってしまいました。時間のある日イコール配信みたいな感じをずっと続けてたので、めっちゃ久々に美容室も行って買い物もして、ちょっとリフレッシュしました。でもね、単純に美容室あんま得意じゃないんですよね。みんなって美容室好きですか？好きじゃないけど、まあ、髪自分で切れないから行くしかないって感じで行ってるんですかね。メインは髪を切ってもらうことで、こっちはお客さんなので気使うことないんでしょうけど、あの無言の時間に耐えきれなくて、喋りたいわけでもないのになんか喋っちゃうんですよ。これ同じような人いないですか？めっちゃ近くで髪ちょくちょく切ってやってんのに、お互い黙ってるのがなんか気まずい気がして、で今回縮毛矯正とかだったから、一番最初に3時間から3時間半かかりますけど大丈夫ですかって言われて、でその後私は3時間から3時間半無難に喋る人形となってしまったわけですよ。美容室行って出来上がるまで眠れる人すごいなって思うんですけど、あちょっとそれは行き過ぎかもって時とか心配にならないんですかね。美容師さんとの信頼関係の問題なんでしょうか。今まで美容室で私は一度も寝たことがありません。はい、じゃあ2つ目のお題に行きましょう。こちらはヤフー知恵袋で拾ってきたものになるんですけど、先週か先々週くらいの雑談の時にこの話題になったと思って取り上げたんですけど、確か旅行に行きたいなみたいな話をしてた時に、修学旅行みたいにみんなで寝る前にお話ししたりしたいみたいなことを言ったら、その時に見に来てくれていた視聴者さんたちが、男の方たちは全員自分一人の部屋が絶対いいって言ってたんですよ。で女の子は一緒でも全然いいよっていう人が多くて、これ男の人特有なのかなってちょうどね話してたのを思い出して、まあ、この話題にしました。内容はですね、男同士で泊まる時って一緒の布団で寝ていますか？大学生の男です。友達とよく泊まるのですが、大体の友達が布団一つしか持っていないので一緒に寝ることになります。しかし僕は男と一緒に寝るのがめちゃくちゃ嫌いです。寝相が悪いし蹴られるし、第一気分的に嫌。みんな平気そうというか当たり前みたいな感じで男同士で寝てるのですが、これって普通なんですかね？高校の友達だったら絶対気持ち悪がってました。皆さんはどうしていますか？これね、コメントで絶対嫌だっていうコメントがすごい多くて、もう私どうだったっけなってふと考えてたんですけど、専門学校の時も一人暮らしだったし、今も一人暮らしで一人分の布団しかないんですけど、専門学校とか行ってた時は課題とかを徹夜でやりに友達が来ることとかが多くて、まあ、布団一つしかないのに友達が来るっていう状況が多かったんですね。でその時もう一緒の布団で寝てましたね、思い返したら。
でも例えば旅行に行ってわざわざ2人一緒の布団で寝るかって言ったら、それは窮屈だからしないなって思いました。仕方がなければ別にいいけど、仕方がないわけじゃないならそこまでしないなっていう感じかな。でも男の人はやっぱ嫌だなっていう人が多くて、あとはこの前の雑談でも絶対一人の部屋がいいっていう人が結構いたんだよね。多分その場にいた男の人たちは全員寝る直前までお話とかして一緒にいるのはいいけど、眠くなったら自分の部屋に行きたいって言っていました。なんでなんですかね。意味なんてないのかな。もう男の人ってそういうもんなんですかね。でも女の人もな、一人がいい人もいるかも。一緒がいいというよりは別に一人が絶対いいっていうわけじゃないってだけだったりします。私は一緒しかないとか、布団これしかないんだったら別に一緒でもいいよっていう。でね、一回だけなんですけど、うちその一人暮らしでセミダブルですらないんですよ。シングルなので、そこに二人友達が来たのかな、なんか誰か友達が遠方から遊びに来てて、でその子が来るんだったら私も行くって感じでもう一人来たんですよ。で私の家に3人女の子がいて、私入れてね。で布団相変わらず一つしかないでしょ。で寝るときどうするってなって、掛け布団もないわけですよ。例えばさ、ソファーがあったらソファーでこれかけて寝るとかさ、で他の人は布団で寝るとか、そういう形も取れなくて、とにかく敷布団と掛け布団1枚ずつしかなくて、でソファーもなくて、でさすがに地べたで何もかけずに寝るのはちょっとないよねって話になって、そこでえじゃんけんで負けた人1人は真ん中で逆向きに寝るっていうのをしたんですよ、1回だけ。だからそのじゃんけんで負けた人は顔の両隣が足で寝たっていうことが1回だけありました。だってさ、肩幅あるから3人頭並べるのさすがに狭くて無理で、でうわって思ったかもしれないけど、もちろん直前にみんなお風呂入って足きれいにしてから寝ますけどね。でもそれで普通に朝まで一緒に3人で同じ布団で寝たっていうことが1回だけありました。え、割といけるっていうのがその時の感想でした。まあみんな横向きに寝れば、全員上向きとかで寝るのはちょっと狭いですけど、横向きに寝ればまあ寝ることはないなっていう昔の話を思い出しました。もう良くないことなんですけど、結構ねそういうことやってたかもしれません。中学校の時はチャリンコ3人で乗ったりしてたし、一番前の人が立ちこぎで、真ん中の人は座って自転車乗ってて、で一番最後の人はあの 2台じゃないですけどね、あれ2人乗り用の座席じゃないですけど、あ2台で合ってんのか、あの荷物乗せるところに座るだったかな。いや違う、どうだったかな。それか1人目が普通に座って、2人目が後ろに座ってて、3人目は立ってた気がします、棒みたいなやつの上に。まあ、そんなことしたり、こうそういうとこにあんまりくっつきたくないとかいう感情は私はない方なのかなと思いました。でもこれ珍しいですよね。この相談者さんの周りは割とみんなそうやって寝てるっていうし、雑魚寝みたいな感じなのかな。男性の諸君いかがでしょうか。もし布団が一つしかないって言われたら、布団かけずにでも絶対一緒に寝たくないですか。真冬だったらどうですか。真冬で布団が一つしかなかった場合はさすがに我慢して一緒な布団で男同士で寝るっていうのはありでしょうか。男性の方はもしよければこちらの質問を教えてくれると嬉しいです。あと最後になっちゃうんですけど、あの先週お便りで紹介できてないものとかもありまして、あの今のところ月1ぐらいで料理系の配信をしているんですけど、なんかおかげさまで喜んでいただいてるのか、こういうのはどうですかっていうのを結構いただけるようになって、で今のところ言われているのが餃子、もう一つがあと URL 付きで送ってくれた方がいて、
たこ焼き器が気に入ってるな、こういうのはどうって送ってくれたんですけど、たこ焼き器がね気に入ってるわけじゃないんですよ。キッチンに行かないとコンロがなくてですね、それで今たこ焼き器でできるものをやってたってだけで、一応今後というか、まあ次ぐらいまでにカセットコンロというか IH 卓上コンロみたいなの買おうかなと思ったりはしてますけど、まあ、せっかくたこ焼き器のメニューを送ってもらったので、そっちもいいかもしれませんね。あとはもう一つ来てて、卓上の IH ヒーター買う予定があるんだったら、メスティンを使って燻製とかはどうかっていう意見もいただきまして、みんないろいろ案を教えてくれて嬉しい限りです最近。ほんで一応料理ができないんじゃないかという意見をもらったんですけど、この料理配信ではせっかくだから自分が作ったことないものとか、作ってみたかったけどやったことがないものっていうのを採用させていただいているので、本当にガチで毎回失敗して食べれるものが作れないということは一応ありません。なので今後もこういうのはどうっていう案をいただいた時に、あ、これやったことないわっていうのを採用させていただくか、新しい試みとしてこんなのはどうかなとか、そういう形でよければリクエストとかを、採用させていただきながら、またお料理作っていけたらいいなと思っているので、お便りとかマシュマロの方にそういったリクエストとかを送ってくださるのも本当に嬉しいので、引き続きよろしくお願いしますという私からのお知らせでした。ただし今のところは月1ぐらいの予定なので、次の料理をするのはまた来月かなと思っています。それまでにこういうのはどうっていうのを見つけた人は気軽に送ってきてくれると嬉しいです。ということでですね、こちらのラジオでは概要欄の URL かツイッターのマシュマロより完全匿名で送れますので、相談や質問、ご意見ご要望、あとは聞いてほしい話などなど、何でもいつでもお待ちしておりますので、よろしければ気軽に送ってくれると嬉しいです。ではまた来週のこの時間にお会いしましょう。よろしければいいねボタンとか押してってくれるととても喜びます。おやすみなさい。